どうも、今日はですね、佐賀県嬉野市塩田町のベジキッチン塩田に来ています。嬉野市塩田町の重要伝統建造物群保存地区に、地元食材を使った料理や地酒を提供するレストランとして2018年にオープンしました。築230年の建物を利用したお店で、地産地消の郷土料理がいただけます。昔ながらの町並みが残るところであり、江戸時代中期に建てられたこの建物は歴史を感じます。建物内にはさまざまな展示物もありました。勾配きちい階段を上った2階で音楽ライブがあり、浜崎ハイボールも出演します。魔法をかけてあげるよ。今日は皆さんお越しいただきまして誠にありがとうございます。ベジキッチンでね、ライブをしたいということで、開催させていただきました。そして今日はですね、鹿島の方からお呼びして、その後僕も歌わせていただきますので、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。鹿島の方からですね、やってきました、浜崎ハイボールと言います。よろしくお願いします。君の声が遠く聞こえてくる、言葉にならないさよなら。お客さんがいっぱいで緊張してますけど退職金でですね、7月に買いまして、嫁さんから買っておかよと言われたんで、絶対こうちゃいかんって言われると思ったんですよ。嫁さんから、まああんた何もんでもっとやるもんって、さごめん、もう俺ももうすぐ60やけん最後の1本でこうちゃいかんって言ったんですよ。明日横よあんたのお金やるもんって言われて、最後の一本って言わんきゃよかったなと思ってですね、公開してるんですけども、浜駅前にですね、金時って食堂があるの皆さんご存知でしょうか。金時のことができます。金の時しっぽけなこの街にあるちっぽけな場所、色あせた看板と古びた丸い明かり、のれんをくぐっていつもの席に座り、手慣れた乾杯に今日もホッとする、つまみを頼もうか、とびきりなやつを、えつのこ口ぞこ塩クジラ、苦手な海だけも、oh yeah、芋焼酎ください、氷と一緒に、水なんていらない、俺たちロックンローラー、yeah! 金ピカの社長さん今日も一人ぼっち、一人が好きなのか、友達いないのか、あの階のお嬢さんは華やかな女子会、半世紀は
続いてそう、この街の生き字引、まだまだつまみを、最高なやつを、かつとじハムカツ、赤ウインナー、苦手な豚足も、oh yeah、魔界へいざない、ゆらゆらと夢心地、金色のかけがえのない時は流れてゆく、そろそろ閉めようか、夕暮れが近づいた、大盛り焼き飯、皿うどん、当然やわめんで、oh yeah、金時行きましょうね、一緒に。ちっぽけなこの街にある、切な場所、色褪せた看板と古びた丸い明かり、生まれる前からこの街を照らしてきた、髪色のかけがえのない時は流れてゆく、二つ星が走る、ありがとうございました。口底を食べてもらったでしょ、別の子、口底塩クジラってあれですよね、塩ばっかり言うこともあるんですよね、塩クジラってですね。でもうちのじいちゃんは愛に塩かけてくれちゃったんですね。最後の曲でした。ありがとうございました。すいません、あの次の曲に行っていいですか。、ね、僕のうちに迷い猫が来まして、その猫がものすごく傷ついた状態で来てて、ちょっとかわいそうだなということで、いろいろ餌をやってたら懐いてきた野良猫のオッディーという歌です。ふらつき去るように俺を見ていた、毎日懲りずに顔を出してくるお前にはもう負けたよ、そんな顔で見られたら情が移ってしまうっていうもんだろう、宿がなければここにいればいいじゃないか、気持ちいい思いをすることはないだろう、オッティ野良猫のお前、名前なんてありゃ
はずさ。ボディ呼んだらどんなに濃くても返事をしてくれ。ボディだけどお前は野良猫のくらい棒なんだろう。お付き合いいただきまして誠にありがとうございました、また浜崎ハイボールさんもまた機会がありましたぜひどうぞよろしくお願いします。そしたら最後の曲は君のままでという曲をやらせていただきます。浜崎健太でした。どうもありがとうございます。No!
ここに来ていただきました。どうもありがとうございます。またどっかでお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。そしたらまた水山さん企画してください。本当に今日はお時間いただきましてどうもありがとうございました。この携帯浜崎ハイボールでした。またお会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。いいライブができました。これからもですね少しずつこういう形を作っていきたいなと。